アメリカンクラブハウスサンドの断面、アメリカンクラブハウスサンドは、サンドイッチの一種。アメリカ合衆国における典型的なレシピは、トーストしたパンにベーコン、ターキー、レタス、トマト、マヨネーズを挟んだものである。3枚のパンを用いた3段重ねが基本で、三角形に切った上で、崩れないように上から爪楊枝を刺して止めることも多い。 ターキーの代わりにローストチキンやローストビーフが用いられたり、マスタードや薄焼き卵、コールスロー、キュウリ、チーズ、ハムが挟み込まれたりしたものもある。名前の由来には諸説あるが、一説によれば19世紀にアメリカ合衆国ニューヨーク州サラトガスプリングズの高級カジノクラブ、サラトガクラブハウスで考案されたので、クラブハウスサンドイッチと呼ばれるようになったという。 他には、ゴルフなどのスポーツ同行者が集うアメリカ合衆国のクラブハウスで生まれた説、アメリカ軍商工クラブで生まれたという説などがあるがいずれにせよアメリカ合衆国で生まれたサンドイッチである。1899年にはアメリカ合衆国の一般的なレストランでメニューに登場しているのが確認されている。現在はダイナーの代表的メニューの一つであり、 サブウェイなどのファーストフードのチェーンでも販売されている。ありがとうございます。